デジタル技術は社会の方向性を変えるものでは決してない。台湾のマスク対策は政府と人々の信頼関係をベースにしてデジタルを活用することによってうまくいきました。この成功にデジタルが大きな威力を発揮したことは間違いありません。今後社会の様々な場所で このような現象が見られることになるでしょう。デジタルを有効的に活用することで、私たちの社会は大きく変化し、進展していくはずです。しかし、私は必ずしも、すべての面においてデジタル技術を使わなければならないと考えているわけではありません。例えば、 新型コロナウイルスを防ぐための最良の方法は、やはり石鹸を使うことであり、二番目に良いのはアルコール消毒をすることです。これらをデジタル技術で置き換えることなどできませんし、石鹸やアルコール消毒を科学的なテクノロジーに置き換える必要もありません。しかし、デジタル技術を用いることで、 石鹸の使い方をより広くより早く人々に理解してもらうことができます。例えば台湾では手の洗い方を教える歌が作られました。この歌をインターネットで拡散するためにデジタル技術を使って可愛いキャラクターを作るのは良い方法ですし実際に可能なことです。だからといって それで社会の方向性が変わるわけではありません。歌やキャラクターは、もともと私たちが持っていた手を洗うという習慣を、もっときちんと洗いましょう、石鹸も使いましょうと広めているにすぎません。その結果、最終的に修練される情報は、きちんと手を洗いましょうという、ごく当たり前なものなのです。 その一方でデジタル技術を使うことで民間で使われる水の量の変化を知ることができます。このきちんと手を洗いましょうという考え方が広まってからは人々の手を洗う回数が増えました。手洗いの時間が長くなってきたのです。それは使用される水の量が増えていることからも明らかです。これは デジタルが石鹸にとって変わる技術になったわけではありません。私たちは皆さん石鹸で手を洗いましょうと呼びかけた結果、どれだけ石鹸が使われているかはわかりませんが、水の使用量が増えているというデータから皆さんがきちんと手を洗っていることを推測できるというだけです。政府は デジタルで社会の方向性を変えようとしているのではありません。私たちも石鹸で手を洗いましょうという考えと同じ方向を向いています。ただ私たちはこれと同じ方向性にいながら手を洗いましょうというメッセージをデジタルによってより広くより早く伝えようとしているだけです。デジタルは 民主主義という社会の方向性を変えるものではありませんし、デジタルが指し示す方向に人々を向かわせようとするものでもないのです。これは新型コロナウイルス対策に限らず、今台湾で進められている様々なデジタル化の試みのすべてにおいて断言できることです。台湾が 5G の導入を地方から行っている理由。台湾のデジタル化の現状を少しお伝えしましょう。台湾ではすでに 5G、第五世代移動通信システムが普及しつつあります。4G と 5G の最大の違いは、5G の方が遅延時間、 ラグが非常に短いということです。例えば、ウェブ回帰システムを使って海外メディアの取材を受けるときも、私は外国にいるインタビュアーのリアクションをほぼリアルタイムで見ることができます。